シャス長です。今回は管を使ってドミネーションやっていきたいと思います。レッドドットをつけてやっていこうと思いますよ。 SMG にねドットサイトをつけるという感じでねやってくけれど、どう、わっと事故るっていうね。で今回はちょっと縛りプレイ、そうキルカメを飛ばさずにドミネーションをしようと、そういう形でねやっていこうと思います。さあそれいいね、おっしゃ、おっとこれは厳しい。あー来たか。このねキルカメを飛ばせないってところがなかなかねこうネックなんですけれども、まあ前線をねうまいことそう調整すればいけるのでは、いけるのではというか、まあまだ試みやったほんあんまりやったことないんでね、どうなるかは運任せというところですね。後ろ、あーマジか。こうやってねキルカメのこのなんだろうこの最中って意外となんだろう時間があるんだよね。そう投稿者の間で言う間ですね。この間、この間をどう生かすかってところが今回のミソになるんではないかなと、そういう感じでね今回やってますけど、どうなるかだよね。やっぱこの裏から来るやつが多いな、そんな気がする。ほらね上にもいたし、あとゴーストが結構いるね。こういうなんか相手のなんかプレイヤーがどんな感じのプレイヤーがいるか分かるのはね、まあ、分析にはなりますよね。普段ねなんか僕以外の人がどんな装備でどんなあれでって気にならないんで、あんまりね同じ人にやられるって出たらあれだったけど、結構ね同じじゃない人だったら気にならないんで、飛ばしましたけど飛ばしてましたけど、意外とねみんな、おお、なんだ今の。めっちゃ画面飛んだんだけど。怖っ。オッケーオッケー。これ自分がね、死んじゃダメですからね。死んだら、てか、裏やばない？これ。裏。敵がさ、2人、SMG2 人ゴーストでしょ？で、あと、それ以外の人なんだっけ？この人に多分まだやられたことないな。なんか相手のなんかあれわかるな。分析ができるの面白いかもしんない。意外と。大丈夫大丈夫、俺たちが守るぞ。ゴーストが裏から多分来ると思うんだよねこれ。いいね、味方さんが裏見てくれてる、ありがてえありがてえ。オッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー、いいねー、ゲット。そしてやべ、おぶねー、ギリギリちょっと回復しよう。ブラボー、何待ってよ、オッケー、ブラボー、セーフ。うう、いいね、来ないかな、来ないね。おお、やばい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 、アルファ取れそう、アルファ取れそう、ブラボーやばそう。ブラボーがこっちに一人いますね。おっか、これあともうちょっとラップスだから、これ絶対、うわやばい、無駄にしたくないんだけれども、レイス出すか。レイスを出してこのピンチの状況をどうにか打開したい。オッケー、ラップスゲット、いいね、オッケーオッケーオッケー。あ、やべ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 、自分で自分でここに飛び込んでくってところはなかなかの事故ですねこれね。ごめん味方さん、ここ以降ここ以上いけないんだよ。よしよし、やっと、おー、ナイス、いいね、ありがとう。やば、後ろ来ましたね。このなんか VMP の人に結構倒されるな、やっぱそういうのが分かりますね。よし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 、レイスいいぞー、レイスいいぞー。やっぱこっち後ろ来てますね。おー、いいねいいね、横横見てくれるレイスが優秀優秀。まあラップスなりヘイターなり持ってるんでね、後々なんかどうのこうのされても問題はなさそうですね。やば、イエーイ、ゲット、ごめんよ味方さん、このヘルストもありがたいよほんと。嘘、やられた、こういう時見たいよね。なんでだろう、自分先に当てたのに敵がこうね当て返すっていうね、なんか自分のけぞったのかな。なんか一番最初の弾ってあんまりのけぞらないのかな、なんかそこら辺ね、先に当ててるのに負けるってパターンが僕よくあるんですよ、あれ謎ですよね。オッケーオッケー、おお、上にもいたか、なるほど。こうやってねバーってやってるわけですね。うお、やば
僕じゃない人が死んでるのあれかわいそすぎだろ。めちゃとばっちり受けてんじゃん。オッケーオッケー、ナイス、優秀です。その判断はナイスですよ。ラタロンがオッケー、来るかなこれ以上。お、行った一人。こっち来ない。どこリスだろう。チャーリーリスか。チャーリーリス直接来るかと思いきやそう来たか。なるほど。さあチャーリーをゲット。うわーマジか。なんかに撃たれてた。なんかに撃たれてたんだよ。ほら後ろと多分あれに撃たれてたの。タロンかな。タロンに撃たれてたのかな、わかんないけど。どれ、どうですかこのキル仮面。いや、いろいろね、そういう風な、なんかこういう風なことやってくださいっていう風なコメントはね、すごくありがたいんですよね。ほんと、今回のやつもね、こう、まあまあ、コメントはね、全部見てるんですよ。コメント全部見てて、こう、やっぱ、中にはね、光るコメントが、こう、ビビビッとくる、あっ、これやりたいって思うようなね、やつがね、あるんですけど、やっぱね、そういうの見るとね、ああ、なるほどなっていう感じで、こんな形でね、採用させていただくという感じになるんですよね。いやーね、皆さんのやっぱ見てる側のそのなんだろう、このこっちこれしてくださいあれしてくださいと、やっぱこうこっちの投稿する側のねあれとかね結構違うので、今回のキルカメもねやっぱりこっち側としてはもう相手がなんでこうやって自分を倒したかっていうのすぐ分かるわけじゃないですか。そこら辺でこうパッて飛ばしちゃいがちなんですけれども、そこをあえてこう見たいですよっていう風な声が今回あったので、そういう風なね今回の縛りが実現したわけなんでね、なかなかそういうね、やっぱ視聴者側からのこう視点っていうのはね貴重ですからね、なかなかねそこら辺ほんとありがたいですよ。よしよし、縛りプレート言いつつ結構武器は本気っていうね、そこら辺があれなんですけど、いや今回試みがねあれなんでね、ですしたらそれだけ分ちょっとロスになっちゃうんで、そこをちょっと危惧してね、割とちゃんと戦える武器にはしてきました。そこら辺ロスですからね、どうしてもキルカメを見るっていうのは。よほどのなんかね、理由がなければ。おっとっと、ああ、後ろ。OK。戦ってる最中にでもね、こうミニマップを確認するっていうこと大事ですよ。OK、OK。ああ、やばいやばい。いやー、厳しいか。ね。こうやっぱ、コール・オブ・デューティーってね、この前ね、僕の友達がね、家に来て、こう、やってたわけですよ。で、その時にね、結構こう、大変で忙しいというふうに言っててんだよ。確かにそうだなと。確かに忙しいなと思いつつもね。やっぱこう、いろいろこう、なんだろうな、やってる人に、こう、こっちだよ、あっちだよっていうアドバイスを、すると、やっぱ結構ね、初心者だったんですよね。初心者だったんで、いろいろこう、わからないところが多かったんで、こう、パッパッパッって言ったら、結構そんなにこう、考えてなかったですよ、みたいなことをね、言ってくれたんで、あ、なるほどなと。意外とやっぱこう、見るところっていうのが、やっぱ、慣れてないとね、手一杯なところあるんですよ。マルチな、ね、マルチタスクは難しいじゃないですか。普通に何しててもね。コールオブデューティーでこう、まあ、プレイしながら喋ってるってなかなかね、物事で例えるとピアノを弾きながらこう喋ってるのと同じなのかなぐらいね、やっぱこう左右ね違ったことをしてるわけじゃないですか。右手でマラカス振って左手でタンバリンじゃないですけど、そういうね単純なところだったらまだね、うーやばい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 ってなりますけど、そこがねまたね、こう移動して考えてマップで目を追ってみたいな、空いたところは口だけみたいな空いてんの口だけみたいな、そんな感じになるんでね、結構そこら辺ね考えることがね多いんですよね。結構だからこのね、めちゃくちゃテンション高い時ってリミッター外れると思うんですよ。脳のなんか、人間の脳ってね 20% しか使ってないってことを言ってるじゃないですか。だから多分ね、めっちゃテンション上がって、おやべえって時はね、なんだろう、話のテンションも試合のテンションも多分それがうまいことマッチした時に多分いい感じになるんでしょうね。脳のリミッターが外れてみたいな、そういうところあるような気がしますよ僕は。なんでね、僕がこうやってこう実況しながらこうやってたまにこう光るプレーをするときは多分それがリミッターがちょっと外れてるときなんじゃないかなって自分でね思ったりするんですけど、やば、出せたよねラップスね。全然わかんないもんね、こんなキルされたら、あ、いたんだみたいなねこと思いますからね。とりあえずゴースト多いんでこれやろう。よし、落ちたね。ゴーストが多いんですからね、そこはね、こう多少こうやるふうなことも知って、ちょっと意地悪だったかな。
オッケー、こういう感じで、でラップスを見つける敵弾は絶望ですねこれは。ごめんね。あやば、予測されてたか。やりますね。いやだからそこら辺面白いですよね、こういう縛りも兼ねてですけど、縛りとかもいろいろねやってて思うことですけど。おお、電話が鳴る、電話が鳴る、ちょっと今は出られない。ちょっと今は出られないんだ、すまない、すまない、電話は縛りプレイの最中なので出られないです、申し訳ない。いやーでもデューティー中にはいろいろありますからね。本当に。でもキルカメ見るのはちょっと慣れてきたらね、あんまり違和感感じなくなるんですよ。やっぱなんか慣れってすごいですね。最初はすごい反射的に近くボタンを押してたのに、そういうことがないっていうのね。はい、というわけで今回はこんな感じで、縛りプレイ、一応キルカメ飛ばしなかったと思うんですけど、縛りプレイをやってまいりました。皆さんもね、いろいろなんか面白い縛りプレイなどありましたら、コメントの方でね、ぜひぜひお知らせくださいませ。もう皆さんのね、ちょっとしたこうコメントの中でもこうね、あこれとこれ組み合わせたらいいなっていう組み合わせもありますので、少しのネタでもいいんでね、ぜひぜひ面白いものが縛りがあればぜひぜひ書き込んでください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。いやー皆さん最近いかがでしょうか。もうねバシコンバシコン地上で打ちまくってると思うんですけれども、このね地上戦もいいけれど、この海上戦っていうところに目を当てると、なかなかねかっこいい船たちがいっぱいいるんですよ。その船たちとはこちらです。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。ダウンロードよろしくお願いします。